ナンバーアンダーライン愛の奇跡。ボン初披露が引き起こしたエムステ史上最大の感動とはナンバーアンダーライン愛の最新曲。ナンバーアンダーライン愛のボンがエムステの夜を彩る。その舞台裏に迫る。5月のある夜、視聴者がテレビの前で片図を飲んで見守っていた。そう、人気音楽番組ミュージックステーションハッシュタグエムステの時間だ。 今回の目玉は、神秘的なユニット、ナンバーアンダーラインアイの最新曲、ボン、の初披露だ。スタジオは歓声と拍手で包まれ、彼らの登場を心待ちにしていた。ハッシュタグエムステの舞台に期待が満ち溢れていました。MC がナンバーアンダーラインアイの名前を読み上げると、スタジオ全体が歓声と拍手で迎え入れました。まるで神様のように現れた平野翔、ガンユータ。 そして神宮寺雄太の3人は、その場を一気に華やかにしました。平野章の印象的なヤギの挨拶、騎士雄太のふざけた仕草、神宮寺雄太の優しさと温かさが、彼らのパフォーマンスに独特の魅力を与えている。彼らはまるでパズルのピースのように、個々が異なる個性を持ちながらも、完璧に組み合わさっていました。ナンバ・ーアンダーライン・アイが今回披露したのは、 平野翔がプロデュースした最新曲、ボン、でした。彼は振付師と相談しながら、キャッチーで簡単なサビの振付を作り上げました。この曲のイントロからは、楽曲ではあまり聞いたことのない音が響き渡り、特にサビの部分は耳に残るメロディーが特徴的です。岸優太も曲を覚えて、一緒に踊れるようになると意気込んでいました。平野翔がプロデュースしたこの新曲、ボンは、 初めてテレビで披露される。この曲の振り付けは、振り付け師と相談しながら作られたもので、サビの部分は特にキャッチーで覚えやすいという。また、イントロから始まる独特な音は耳に残り、サビ部分のメロディーは視聴者を虜にするだろうと神宮寺優太は語る。岸優太も曲を覚えて、一緒に踊りましょう、と熱く呼びかけた。ボンの初披露は大成功だった。 イントロから異次元の音が鳴り響き、視聴者を瞬時に引き込んだ。和のテイストを感じさせる音から始まり、次第にエネルギッシュなダンスパフォーマンスへと展開する様子は、まさに圧巻。特に平野翔の胸の動きには、驚嘆の声が上がった。楽屋でのコメントでは、ボンは非常に難しい曲であり、ダンスもまた一筋縄ではいかないと評された。しかし、その難解さが逆に視聴者の心をつかみ、 何度も繰り返し見たくなる魅力を生んだ。しかし、ハッシュタグ裏ステの楽屋での様子を見たファンの一人は、岸さん、きっと踊れません、と笑いながらコメントを残しました。この曲は難解で企画外であり、魅力的な要素が詰まっているのです。ボンの初披露に対するファンの反応は熱狂的でした。イントロから和の音が鳴り響き、まるでお経のような不思議な雰囲気を醸し出していましたが、 その後の展開は全く予想外のものでした。ファンはダンスの複雑さと美しさに圧倒され、何度も見返したいと感じました。ボンの歌詞には、ファンとの関係を重ねて盆栽が育つ様子を表現しているという。これは、ファンとの絆を大切にしながら、常に新しい挑戦を続ける彼らの姿勢を象徴している。ファンからのコメントも熱狂的で、頭から離れない、何度も聞きたい、ダンスも覚えたい。 といった声が多く寄せられた。翔くんの胸の動きがすごすぎるとコメントするファンや、歌詞をもっと見たいからミニアルバムの発売が楽しみと期待を寄せる声が多数寄せられました。彼らはナンバーアンダーライン愛の曲とダンスの唯一無二の魅力に心を奪われ、次の公演のチケットを取るために奔走していました。平野翔はユニットのプロデューサーとしても才能を発揮している。彼のビジョンは、 単なる音楽やダンスにとどまらず、視覚的、聴覚的に一体となった体験をファンに提供することにある。彼の手掛ける楽曲は、常に期待を超える新鮮さを持ち、視聴者を魅了してやまない。この楽曲制作の背景には、彼らの努力とチームワークがありました。楽曲の制作過程でのエピソードや、振付の練習での苦労話など、彼らの人間味あふれるストーリーがファンに感動を与えました。 ナンバーアンダーラインアイのボンは、ただの楽曲披露ではなく、新たな境地への挑戦でした。彼らは常に進化を続け、ファンの期待を超えるパフォーマンスを提供し続けています。ファンは彼らの新しい一面を見つけるたびに驚きと喜びを感じ、次のステージを心待ちにしています。ボンの成功により、ナンバーアンダーラインアイは、新たな高みへと登ろうとしている。このユニットは、 ただ音楽を披露するだけでなく、ファンとの深い絆を大切にしている。そのため、彼らのパフォーマンスや楽曲には、常にファンとの共鳴が感じられる。これこそが、ナンバーアンダーラインアイが他のユニットと一線を画す理由だ。ナンバーアンダーラインアイは、ファンとの交流を非常に重視している。SNS やイベントを通じて、ファンとの直接的なコミュニケーションを大切にし、 常にファンの声に耳を傾けている。これは彼らの成長と進化に欠かせない要素だ。ファンとの絆が深まることで彼らのパフォーマンスにも一層の磨きがかかる。例えば、平野翔がプロデュースしたボンはファンの期待を超える作品となった。この成功は彼がファンの意見や希望を取り入れ、それを創作に反映させた結果だ。 ファンとの交流が彼らの音楽制作において重要なインスピレーション源となっている。n o ーアンダーライン I は常に新しい挑戦を続けることで音楽業界に新たな風を吹き込んでいる。彼らの楽曲やパフォーマンスは伝統と革新を融合させたものであり、これまでにない新鮮な体験を提供している。ボンのような楽曲は和の要素を取り入れながらも、 モダンなビートとエネルギッシュなダンスを融合させている。このようなアプローチは国内外のファンに対して大きなインパクトを与え、彼らの音楽が持つ普遍的な魅力を証明している。ナンバーアンダーライン愛の目標は日本国内にとどまらず国際的な舞台へと進出することだ。彼らの音楽とパフォーマンスは言語の壁を越えて多くの人々に感動を与える力を持っている。 例えば、YouTube や SNS を通じて、彼らのパフォーマンスが世界中に配信され、多くの海外ファンを獲得している。国際的な音楽フェスティバルやイベントへの参加も視野に入れ、彼らはさらに大きな舞台でその才能を発揮しようとしている。n ンバーアン Underline I の未来は、無限の可能性に満ちている。彼らは、音楽とダンスを通じて、ファンに感動と興奮を届けることを使命としている。 今後も常に新しい挑戦を続け、ファンとの絆を深めながら成長していくことだろう。彼らの次なるプロジェクトがどのようなものになるのか、ファンとしては目が離せない。新曲のリリースやライブパフォーマンス、さらには映像作品など、様々な形で彼らの魅力を発信していくことが期待されている。n ンバーアン Underline I のボンを通じて、彼らの音楽とパフォーマンスに触れたあなたは、 どのような感動を覚えましたかまた、今後の彼らの活動にどんな期待を抱いていますかあなたの意見や感想をぜひ教えてください。彼らと共に、さらなる冒険の旅を続けていきましょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽があなたの日常にどのような色を加えているのか、ぜひシェアしてください。一緒に彼らの成長を見守り、応援し続けることで、 私たちもまた新たな感動を共有していけることでしょう。未来への期待を胸に、ナンバーアンダーライン愛の次なるステージを共に楽しみましょう。次に彼らがどんなサプライズを用意しているのか、ワクワクしながら待ちましょう。そして、その瞬間を一緒に分かち合いましょう。ナンバーアンダーライン愛の冒険はまだまだ続きます。